今から自分の買ったアウトドアステッキの、まあ、先端ですね、先端を外した状態で、まあ、ちょっと水の入った、缶ビール、アルミ缶ですね、ちょっとついてみたいと思います。どうなりますかね。まあ、ここですね、まあ、軽くついてみますね。いきます。今飛びましたね、結構。どうなりましたかね。貫通はしなかったですけど、軽くついただけで穴開きましたね。前KP さんがあの吊るした空き缶をパンってついた瞬間貫通して穴開いたんですけど、自分もね、あ、開いてますね、貫通してますね、こっち、これ、この部分。そんなにね、あのあれですよ、しゃがんで、まあちょっと手使って順付きを、まあ、そこそこの力でついたって感じですかね。俺でもこんだけ穴開くんですよね。すごい威力ですよね、やっぱり。まあ、KP さんの動画であの分かっちゃいたんですけど、改めてちょっと今自分でやってみて、まあ、アウトドアステッキのね、あのキャップ外した時のね、力ってすごいなと思いましたね。これってあれですよね、例えばですよ、あの前言ったようにあの、ね、両手でしっかり構えて、もう相手をね、あの粉砕する気で例えば出して相手が向かって突進してきたのと、もしうまく合致したらかなり威力ありますね。いいんじゃないですかね。以上です。どうもありがとうございました。